皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今日はクリスタルフルートで iPad で至近距離で星巡りの歌撮ってみました。こちらね、はい、クリスタルフルート、ガラスのフルートですね。今吹いたのでちょっと中が曇ってますね。クーラーの効いた部屋とかでね、吹いたりとかすると多分この中が曇ってるのも見えたりとかして、吹いてる間にどん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 と白く変わっていくっていうのがまた楽しかったりします。で、吹き終わるとまたね、こんな風にだんだんと色が戻っていくんですよ。シューって。なのでね、なかなかね、透明だからこその面白さっていうのがあったりするかなと思います。さて、これも一発撮りなので、はい、どうなってるかはちょっと編集の時に見てキャッキャ言ってると思いますけど、そうですね、 iPad で至近距離で多分撮ると若干割れてるかなとか、かすれた音がいっぱい入ってるかなとか、いろいろ思ったりします。実際には多分本当はね、いわゆる演奏向きのマイクがあって、でそれをつないでって形になるんだけど、マイク持ってるんですけどね、iPad につなぐっていうやつじゃないんですよだからね、困ってるの。多分付属のやつを買いに行けばいいんでしょうね。そうじゃなかったら、なんかそういう編集ができるソフトを入れるか、どっちにしても本当は音声は別撮りにしないと、やっぱりいくら優秀な iPad でもこの至近距離でクリスタルフルートはきついんだろうななんて思ったりなんかしています。まあ、はい、合間を見て何とかしようと思いながらも、はい、今日もね忙しくってですね、はい、斉藤はちょっと時間がないので、これもまた月曜日の夜に撮ってる動画なの。はい、合間を見てまたやっていこうと思います。今週は多分金曜ぐらいか土曜日ぐらいに、日の一つ皆様に、お知らせができるようになるんじゃないかなって思ってます。はい、ということでですね、夏になってきたらクリスタルフルートがなんとも、はい、涼やかで、はい、皆さん吹きたくなると思うので、このあたりもまたアップしていこうと思います。そのためには早くなんとか、はい、ちゃんと録音できるもの、はい、考えなきゃいけないですね。はい、もしいいのあったら教えてください他力本願ではいけませんよってやつですね。私もまたちょっとね、合間見て調べてみますね。それでは皆様、またね。